皆さんこんにちは。やっとですね、台湾のプア X が出すこちらの超最新式コーヒードリッパー、これね、世界に先駆けて我々の京都の店と台北のお店で販売を開始させていただきます。なのでね、今回の動画はこちらのドリッパーをね、存分に皆様にご紹介していきたいと思っております。で、前回の動画ご覧いただけましたでしょうか。こちらの開発者のですね、ジミーさんとサムさんからお話をお伺いしてですね、これね、なんだかんだ2年ぐらい待った待望のドリッパーでですね、で、皆さんご自宅で今のドリッパーにね、ちょっと不満を感じてたりとか、あとは何かちょっと買い替えようかな、ドリッパーを、なんてね、思ってる方、今回の動画非常に参考になるんじゃないかなと思っております。で、このドリッパーね、メリットデメリット含め、赤裸々に皆さんに語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいなと思っております。なおですね、私のこのチャンネルはコーヒーの内容を扱うコーヒーの専門チャンネルになっております。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録をしていただいて、皆さんと一緒にコーヒーで明るく楽しい未来を作っていけたらいいなと思っております。それではやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。今日はですね、台湾のロースタリーの方から定休日でお送りしております。じゃあ早速ですね、こちら開けていきたいと思います。で、まずね、皆さんにねご覧いただきたいのがこのね、デザイン性なんですよね。ちょっと箱の方からお見せしたいなと思ってて、これどうでしょう、めちゃくちゃかっこよくないですか。なんか非常に近未来的っていうか、台湾って前までね、こういったデザインってなかなかこうなくって、この黒にしてもこういったマットの黒ってなかなかこう出せてなくって、昔はこうちょっと可愛らしいっていうか、ちょっと子供っぽいデザインのものが多かったんですけれども、本当ここ5年とかこの3年ぐらいで非常にこういったクールな近未来的なデザインをね、非常にするようになった。コーヒーの器具だけではないんですけれども、建築にしてもグラフィックにしても、そういったデザインのものが非常に増えてきて、俺も今回ね、1年ぶりに台湾来てるじゃないですか。で、このデザイン性の変化に本当に驚いてるところでですね、で、こういったコーヒーの器具もどん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 新しく、デザイン性と機能性を兼ね揃えた非常に優秀な器具をね、どん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 中国企業、台湾企業を開発してきてるので、毎年毎年そういった変化にね、驚いております。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。まずですね、これ中身このようになってます。これはもうこのままプチプチに絡まって、はい、出ました、スペースアートフォーブルーイング。これいいですね、なんかちょっと本当宇宙的なイメージの、興奮しますね。このオーラのスケールともバッチリ合いますね、これね。で、まずですね、表記が1杯から2杯っていう風に書いてるんですけれども、まあ取った感じね、これね、ハリオさんの01と02の間ぐらいの大きさなんですね。なので3杯ぐらいは取れるんじゃないかなっていう風に思ってます。で、素材なんですけれども、こちらはセラミック製ですね。で、こちらのドリッパーの取っ手の部分、ドリッパーの支えの部分が木の素材ですね。洗剤とか水分はあんまり含ませない方がいいのかなというふうに思ってます。なのでね、濡れ雑巾とかで濡れ雑巾ってでですね、一応この温度帯としては一応最大で120度ぐらいまで OK っていう風に表記になってます。重さなんですけれども、まあ、セラミック製なんで 250g ですね。普通のセラミックより軽い気がしますね。こう質感もすごくマットなので、めちゃくちゃ触り心地もいいし、で、こちらはメイドインチャイナとなっております。次にですね、これね、サーバーも一緒に出たんですよ。で、これサーバーもちょっと皆さんに見ていただきたいなと思ってて、これね、サーバーもなんかね、めちゃくちゃね、かっこいいんですよね。これどうすか、この丸がね、スケールのここの丸と同じアイコンになってるらしくてですね、まあ、そういったかわいいおしゃれ心もなんかあったりとかして、どうでしょうか。このね、サーバーもね、かわいいんですよ。思わずね、ちょっとね、京都の皆さんにもなんかね、セットでご自宅で揃えていただきたいっていう俺の勝手な願望なんですけど、これ見てください、こんな感じで、こんな感じで見えますかね、どうでしょう、どうでしょう、いいですね。一応容量が 500cc っていう風に書いてて、まあ俺はね、最大550ぐらいまで入るのかなっていう風にちょっと感じたので、
これね、でも500ぐらいまで入るんで3倍ぐらいいけますよね。めちゃくちゃかっこよくないですか。これをちょっとね仕入れちゃったんで、なんかねサーバーなんか要はね、コップに直接マグカップとかでも全然いいんですけど、いいんですけれども、ちょっと私はせっかくならこのスケールとドリッパーをご自宅で揃えていただけるのであれば、サーバーも一緒にどうかなっていうね、自分の願望でちょっとねお金かさんじゃうんですけれども、やっぱりご自宅にあるね豊かなライフスタイルとして、俺はこういう風にセットで持っとくと嬉しいのかなっていう風に思うので、ちょっとね仕入れさせていただいたんですけども、サーバーはね本当にあの皆さんの好みなので、これをねどうしても京都の皆様に見ていただきたくって、俺は今回この動画を撮った感じであります。いかがでしょうか。めちゃかっこないですか。これがセットです。私が2年間も待ちわびたこのセットでございます。いかがでしょうか。分かっていただけますでしょうか。で次はですね、私が実際にこちらのドリッパーを使ったメリットとデメリットをね3箇所ずつ皆さんにお伝えしていきたいと思っております。ね、まずメリットの一つ目ですね。これね最大のメリット、開発者のジミーさんも、おっしゃってたことなんですけれども、まずこちらの最大の特徴はこのリブですね。このリブにあると。でリブっていうのはこちらの、凹凸の部分ですね。でこのリブの役割っていうのは、そもそもペーパーフィルターとですね、このドリッパーの間にですね、このリブを作ることにより空間ができて、お湯の抽出スピードをコントロールするためのものなんですね。で今回こちらのプア X さんのドリッパーの最大のリブの特徴っていうのは、この、12本の長いリブと短いリブがあります。でこの長いものと短いこのリブによりですね、空気の抜けのスピードがですね早く抜けることによりですね、非常に好気成分と酸味がより明確に出るっていうふうに、開発者のジミーさんもおっしゃっててですね、で私もそれは抽出しながら感じたことでですね、でどちらかというと前の動画でも言ったかな、我々が毎回使っているですねカリタさんのウェーブ型のドリッパーっていうのは、どちらかというと甘みとクリーンカップがより明確に出やすいドリッパーだと思ってですね、で、この塩水系ハリオさんの V60 だったりとか、こちらのこういった塩水系のドリッパーっていうのはフレーバーと酸味がより明確に出やすいっていうふうに私は思ってですね、で今回ねこのプア X さん、ハリオ V60 の塩水系っていうのはやっぱり抜群に自分も好きなドリッパーなんですけれども、ハリオさんのよりもですね抽出スピードが同じ条件で抽出をしたらですね5秒ほど、こちらの方が早く抽出されました。だけれどもですね、抽出効率の数値ですね、抽出効率というのは、まあ簡単に言うと旨味成分ですね、コーヒーの旨味の成分がどれだけ抽出されたかの数値ですね、この数値がですねハリオさんのよりも数値が高く出たんですね。ってことはこのドリッパーの最大の特徴っていうのが、抽出スピードは非常に速いんですけれども、抽出効率の数値はハリオさんのよりも高い数値を出すことができたっていう、やっぱり抽出スピードが速くなると抽出効率、いわゆるその成分もなかなか引き出せないので数値が下がってしまうんですけれども、このドリッパーは高い抽出効率、すなわち成分を引き出すことを可能にした万能なドリッパーだったっていう結論に至りました。メリットの2つ目ですね、これねペーパーフィルター、塩水系のフィルター、小さい方、あとはですね大きい方、まあハリオさんでいうと01か02のペーパーフィルター、どっちも使えるんですよ。でごめんなさい、これねちょっと不面譜の珍しいペーパーフィルターな、不面譜フィルターなんですけれども、これ01にするとまあこういう感じで若干ね上に、間ができてしまうっていう感じなんですけれども、全然01でもセットできます。で片や02にするともう本当にちょうどいいぐらいですよね。ほんのちょっとだけかな、こうあまりちょっとねごめんなさい、これ不面譜なんでちょっとね柔らかすぎて紙みたいにペーパーみたいにちょっと硬くないんで、ちょっと分かりづらさもあると思うんですけれども、こういった感じでペーパーフィルター、これねどっちも使えるって結構メリットじゃないかなと思ってて、01のペーパーフィルター切れちゃったっていう時に02があった場合それ使えるし、02切れちゃったって場合01ちっちゃいやつでも使えるし、まあ大きいサイズどちらでも使えるっていうのは非常に
これねメリットなんじゃないかなと思ってます。あの味わいはどちらも検証しましたけれども、どちらも全く変わらないので、皆さんお好きな方を使っていただければいいのかなと思っております。メリットの最後3つ目ですね、やはりこのね抜群なこの近未来的なデザイン性ですよね。男心くすぐるマットな黒、そしてこのプア X という埋め込み型のロゴが入ってたりとかですね、こういったデザイン性プラスですね、やはりこのセラミック製なので温度の安定性ですよね。温度帯がなかなか逃げづらいっていうセラミックの特徴があるので、そういったものも非常にメリットなんじゃないかなと思っております。はい、ではですね、片やですね、これねデメリットもちょっと正直に皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。まず一つ目ですね、あの先ほども言った、まあ、セラミックなので温度帯安定しやすいっていうのはあるんですけども、まあ、逆にセラミックなので非常に割れやすいですよね、まあ、ちょっと何かにぶつかったら割れる可能性もあるので、あとは外にこう持ち歩きもねなかなかちょっとセラミックなのでしづらいんじゃないのかなっていうのがちょっとデメリットの一つに挙げられるのかなと思っております。二つ目ですね、先ほども言ったようにハリオさんの V60 よりも抽出スピードが若干だけ速くなりがちなんですね。なので途中お湯の入れ方をある程度気をつけていただけないと、抽出スピードが速くなりすぎて、お湯と粉が浸からない部分も出てきてしまうし、浸かりすぎてしまう部分もある、これチャネリングって言うんですけれども、こういった症状も起こしてしまって、最後の味わいにちょっと、非常にネガティブな印象を持つコーヒーが出来上がってしまう可能性があるっていうのがあってですね、あの初心者の方も全然あのちょっとだけ気をつけていただければ万能なドリッパーなんですけれども、どちらかというと中級者もしくは上級者の方に向けたドリッパーなのかなっていうふうに思っております。3つ目ですね、私何度も動画でもお伝えしている通り、塩水系っていうのはやはりミディアムからダークローストがおすすめですよっていうふうに私は個人的に思ってですね、でライトローストに関してはやはり、クレパーであったりとか紳士式であったりとか、あとはカリタさんのウェーブ型のドリッパーであったりとか、甘みとクリーンカップにコミットしてくれるドリッパーなので、そっちの方がライトローストはいいよっていうふうに提唱しててですね、ライトローストももちろんいいんですけれども、どちらかというと間違った入れ方をしてしまうと酸味が突出しすぎてしまうコーヒーになってしまうっていう危険性もあるので思ったんですよ。このドリッパーに合うコーヒー豆ちょうどあるじゃないですか。私が台湾の兄貴とカリスマコーヒー YouTuber とコラボしたアレックスさんとコラボしたこのグッドマンがペーパーフィルター用にめちゃくちゃ久しぶりにミディアムローストにしたブレンドなんですけれども、この豆めちゃくちゃこのドリッパー合うんですよ。なんかねこのドリッパーのためにこのブレンドを開発したんじゃないかっていうぐらい本当にいろんな豆をこれで抽出した中で一番このアレックスさんとコラボしたミディアムローストのブレンドの豆、このプア X のドリッパーで抽出すると抜群にうまいコーヒーになるので、今から皆さんに入れ方をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思っております。ちなみにねプア X さんこんなのも開発しちゃったんですよ。コーヒースクープ、こう豆測るスプーンですね。めちゃ可愛くないですか。これで一回ねちょっと測ってみましょう。ちょっとこぼれそうなんですけど、これぐらいで一気に 13g 入るので、まあ大盛りぐらいで 13g っていう風に覚えていただければ、これもあのもう少し後から販売しますのでお楽しみにしていてもらえると嬉しいなと思っております。じゃあ実際に入れていきましょう。まず使う豆は先ほどのブレンドのミディアムローストですね。で使う豆の量ですね、 13g の豆に対してお湯の量を 250cc 程度ですね、まあ、比率的には1対19ぐらいの割合で、まあ、ミディアムローストからダークローストは入れてもらえればいいのかなと思っております。ライトローストの場合はですね、豆の量をもう少し 15g ぐらいまで増やしてもらって、で、お湯の量は変わらず 250cc でですね落としてもらえると、まあ、比率的には1対16ぐらいの
割合でライトローストは落としていただけるといいのかなと思っております。見えますかね、引き具合。このぐらい結構細めにしていただいて、ミディアムローストなんで、すごく引き具合も均一性になるんで、このぐらい細くしていただいて、このぐらいですね、このぐらいまで細く引いてもらって大丈夫です。ライトローストを抽出される場合はもう少し粗めに引いてもらっても大丈夫です。じゃあこれで実際に入れていきましょう。漂白してない、これ茶色いタイプのものですね。茶色いペーパーフィルターものなんですけど、我々いつも漂白してある白いものを使ってるんで、リンス、お湯を先に通す行為はいらないんですけれども、これ漂白してない茶色いペーパーはやはり紙の香りが若干しますので、先に必ずリンスをしていただければいいなと思ってます。まずはこのようにですね、今日はペーパーフィルターちっちゃい方、円錐形のちっちゃい方を使っています。はい、ではまずですね、一緒に 50cc ですね入れていってください。1投目でミディアムロスなんで、このステアそんなにいらない、軽くこのぐらい今揺らしてもらう程度で大丈夫です。スプーン使って攪拌はライトロースト以外はいらないので、軽めに揺らすぐらいで大丈夫です。で25秒まで待っていただいてから、次ゆっくりと、なるべくゆっくりとひらがなのの字を書くように100まで入れていってください。で希望的には2分半弱ぐらいで落ち終えるのが一番理想かなというふうに思ってます。これも一緒ですね、落ちきりそうだなっていう手前で、次150までいきます。ゆっくりと、ここゆっくりと入れていってください。ひらがなのの字を書くように、はいはい、ではそろそろですね、3投目200まで入れてって、ゆっくりですよ、ゆっくりひらがなのの字を書くようにゆっくりと。はい、じゃあラストですね、はい、250cc まで、ここはちょっとなるべくがっちりと 250cc に合わせて入れてください。落ち切りで、2分20秒から2分50秒ぐらいの間で落ち切ると理想かなというふうに思ってます。はい、以上ですね、落ち切りました。じゃあ最後、味わいの共有をして終わりにしたいと思います。はい、じゃあ実際に飲んでいきましょう。最後ですね、これ落とし終わって、あ、綺麗だな、風味が、あ、もうむちゃくちゃなんかのアロマティックなコーヒーに仕上がってる印象がすごい強いですね。このドリッパーのやっぱ最大の特徴かな。このブレンドが持つブラウンシュガーとかココアのようなね、なんかちょっと複雑のある様々な風味がなんかこう重なり合って、なんかむちゃくちゃこう魅力あるコーヒーに仕上がってる印象が、やっぱこのドリッパーの影響が強いのかなっていう風に感じてます。うん、めちゃ透明感あるな。これミディアムローストですよ。で、すごくね、こう自然で心地の良い甘さの伴った酸とか、あとなんか特徴的なのがアフターテイスト、なんかアフターテイストがすごく長いというか伸びやかな印象があって、この辺なんかもこのドリッパーが持つ最大の魅力なのかなっていう風に感じてますね。やっぱりフレーバーであったりとか酸の質であったりとか、そういったものが非常に明確に出やすいので、この辺なんかやっぱ面白いドリッパーだなと思いますね。非常にこれね、なんかライトロースト飲んでるかのような個性的で魅力あるコーヒーに仕上がっているので、ぜひねこれね、ご自宅で使っていただけるといいかなと思っております。で、今回はね、このブレンドの豆、コラボ豆もね、全国からご注文もできますので、京都のお店でも売ってますので、ぜひねこれとこのドリッパーを合わせて使っていただけると非常にベストな組み合わせなので、ぜひねご自宅で試していただけるといいかなと。あとですね、ライトローストもし落とされる場合は、このドリッパーもすごくねフレーバーに非常に際立った
突出するもの出てきますので、例えばエチオピアのナチュラルであったりとか、あとはね、あの発酵系のアナエロビックであったりとか、そういったものをね、多分これで抽出されると、もう飲む前からフレーバーが非常に爆発してくる、非常に心地の良いフレーバーを楽しんでいただけるのかなと思うので、ぜひね、ライトロースなんかも、あの先ほど言った比率とメッシュ引き具合をお気をつけていただいて、ライトローストも楽しんでいただければいいのかなと思っております。あとですね、初心者の方ね、ぜひあのこの入れ方、ひらがなのの字でですね、ゆっくりと綺麗に入れていただければ、このドリッパーも正確に成分を抽出してくれますので、ぜひね、初心者の方もちょっとあの臆さずこれをね、使っていただければ嬉しいなと思っております。ぜひね、あの京都のお店、あとはオンラインからもご注文できますので、最新の優れもののドリッパーをご自宅で使っていただければ嬉しいなと思っております。何かね、疑問点、本当何でもいいので、あの些細なことでも、あのこちらの、ね、コメント欄使っていただければね、すぐにご返信させていただきますので、交流させていただけたら嬉しいなと思っております。あとこの動画ね、参考になったと思った方、ぜひいいねボタンなどを押してもらえると励みになるので、よろしくお願いいたします。でこちらのね、スケールオーラの方ですね、こちらの使用方法の動画も、次回流していきますので、ぜひこの動画も楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。さようなら。うまっ。